ミッションスタート。飛空艇の降下角度が極限値に達している。ここまでが限界だ。僕も目標地点に到着しました。予想通り防御網があります。救世主の降臨をお待ちしていますね。分かっている。地べたで待っていればいい。僕が望む真実があそこで眠っている。見つかるといいけど。ミッション内容を確認。行動を開始しよう。よし、行ってくる。防御網を確認した。まずは降下を止める。危険だ。少しでも触れたら貫かれる。それなら一瞬だけなのに皮膚が結晶化した。リオールの転生能力は確かに厄介だ。これは ミッションスタート。大して腕は落ちてないみたいだな。仕事を始めるか。完璧だね。新たな手がかりを探す。到着した。そっちは。危険と判断したら深追いはするな。霊界漫遊で迎えに行く。必要ない。そっちこそ飛空艇のハイジャックで逮捕されないように。犯行組織のリーダーさんは子守りをしすぎたのでは。まあそうですよね。数日前まで僕たちは殺し合っていたのですから。連邦のエリートエージェント様が僕のような敵国のスパイと手を組み、犯行組織のリーダーとも協力して連邦へ自分の秘密を盗みに行くなんて考えただけで笑っちゃいますよ。アロケ、言い過ぎだ。俺たちが共同するのはただ同じ目標を持っているからというだけではない。それぞれの心の中の正義を証明するためでもある。協調性を損なわないよう皆の立場を尊重してほしい。些細な言葉で動揺するくらいなら今回の作戦は早めに手を引いた方が。あなたは気にするな。彼の言う通り、度胸がなければ敵と共同なんてできない。それに裏切られたとしてもためらいなく殺せる。ブリリアン
んと。それでこそ僕が認めた宿敵、僕たちは運命共同体。誰が先に誰を蹴落とすのか楽しみにしています。エージェントというのは全員ひねくれた性格をしているのか。メンタルが健康じゃない人間はエージェントとして務まりません。あとはここから入ろう。よし、体は異常なし。ここの換気ダクトの配置を確認する。防御網を停止させるために次に僕が目指すべき場所だ。1階にある。中央の配管に沿って進めばつく。ルート確認完了。よし、行こう。防御網、警備システム、電波妨害装置、すべて異常なし。マグー起動、本日の巡回を始める。各区のゲート制御機能は正常に作動しています。警備管理は情報と一致している。それなら手短に済ませよう。ミッションスタート。誰かに見られてる。完璧だね。未来のスターク社の力見せてあげる。ミッションスタート。警戒には
に見られてる。続く。よし、取材おしまい。順調順調。動くな。転生能力発動、絶対オーケー。我ここに命じり、警備システム、巡回マグ、電波妨害装置を停止しろ。かしこまりました。今なら彼らと通信がつながるはず。はい、成功した。確認。いつだけリオールからの反応がない。通信圏外にいる。オーケー、僕も中に入りました。バレる前に防御網を再起動してください。完了。素晴らしい。後ほど2階の資料室で落ち合いましょう。2人きりの共同作業、心から楽しみにしていますよ相棒。それでも資料の解読にこいつは欠かせない。あとは念のため現場の掃除をしてからここを離れよう。かわいいペットになんで。終了。資料室に向かおう。本人確認か。管理室。こんな解釈もあるとは、勉強になったよ。いえいえ、僕も他の方から啓発されただけですよ。あなたの言う通り、辛味侵食患者の初期症状は収穫実験の2番対象群の症状と近似している。幻覚、認知の歪みが起こり、やがて制御不能の狂気に陥る。ええ、ですからこの前の実験データを確認しようと思いまして。仕事熱心だな。なら彼は行きました。もう出てきていいですよ。あの研究員に何をした？ちょっとした裏技です。彼が戻ってくる頃には先ほどのことは忘れているでしょう。よく僕に教えられるな。僕の能力が何なのか、どうぞ当ててみてください。ちょっと特別な魔法を使えるのはこの世であなた一人だけではありません。精神を操る能力、それとも霊体への干渉。こいつの前でも気をつけないと。では怪しい資料たちを見てみましょう。この資料、本部に従ってナードに入り、その後に受けたミッション、そして亡くなった先輩が残してくれた手がかりも。正義と使命、その定義がますます曖昧になってきた。もし真実が本当に、いや真実は真実だ。
冷静になれ。この目で見て判断すればいい。時間と名前が載っている。入隊室記録か。しかも秒単位で細かく記録されている。資料の分類と保管場所は適当なのに、この記録は正確さが際立っています。こんなに厳密な入隊室記録、どこの記録だ。正規と魔王石の魔力共鳴に関する研究。近年の正規の魔法エネルギー貯蔵量の予測。全部正規の資料のようだ。浅い内容ばかりで調べる価値もありませんね。何かの実験対象の資料か。一番上にラビスと書かれている。実験のコードネームか。写真の人間は完全に理性を失っている。これが先ほど僕が話していた2番対象群です。中核ラボ、全ての写真がここで撮られました。死因、中核ラボ。どこを探してもくだらないファイルだらけですね。このレポートだけは多少価値があるでしょうか。地下に行ってみますか。行かない理由はないだろう。行くぞ。入るにはパスワードが必要のようだ。何の意外性もない足止めだな。どれどれ。問題ありません。解析できますよ。ならさっさと済ませろ。できますけど。解析が終わるまでの間、警報を鳴らしながら巡回魔軍が来ると思います。3回ほどでしょうか。では対応をお願いしますね。ミッションスタート。完璧だね。見事な対決でしたね。こちらもちょうど終わったところです。魔法門認証付きの扉か。解析を続けろ。実力を認めてくれるのは嬉しいのですが、僕も万能ではありません。魔法門は霊体とつながっていて、人それぞれ違うものなので、この場ですぐ偽造できるものではないんですよ。あなた一人でこれを開けられるのなら、僕たちと手を組む必要もないか。仮に僕の能力を使っても、他人の魔法門を偽造することはできない。だが、ここまで来て諦めてたまるか。もう一度手元の写真を確認しよう。なんとかなるはずだ。
物質底を。物の時間を巻き戻し、扉が開かれた時刻が分かれば試す価値はある。しかし前回開かれたのはいつだ。どこかでその情報を見たような。一番秘密の多い場所こそ入退室管理をしっかり行う。つまりあれは中核ラボの入退室記録だ。だとすると前回扉が開かれた時刻だ。開きました。あなたの能力は本当にずるいですね。そうだ、この能力を使うと代価として10日の持ち物が壊れるんだった。おっと、これはこれは、やはりあなたでしたか、記者さん。ここまで来て僕の正体がわからなかったなら、あなたの頭はどうかなってると思うよ、学者さん。可愛くないですね。記者を演じていた時は可愛らしかった。水、火、光、闇、これは八面体の起動魔法陣。どうやらこの魔法陣を解除するにはまず元素構造の問題を解かなければならないようです。それならもう一度よろしく。あなたにとっては簡単なことでしょう。はあ、まさかこんなことのためにこの因縁の宿敵を相棒に選んだのですか。まあいいですよ、僕が面倒な仕事をやる、あなたが手をこまねく、まさしくウィンウィンな関係ですね。第四紀元259年、20年前のことだ。これは一体。予想通りだな。何をやっているか分かっているのか。もちろん。正規は無事に手に入れました。あとは罪をなすりつける死体の用意を手伝っていただけますか。初めから企んでいたならともかく、単に気が変わったとかの理由でこんなバカな真似をしているなら、ろくでもない死に方をするぞ。歩け。未来のスター記者の力見せてあげる。実験開始。よし、取材おしまーい。純スター記者の道へまた一歩前進だ。よし、次のステージに進もう。
写真分析完了。ミッションスタート。未来のスター記者の力、見せてあげる。未来のスター記者の力、見せてあげる。